じゃあすいません、私は本当はいらないんですけれども、去年蝶野さんと小杉さんのトークの時にずっとご飯の話になったので少しだけ司会をさせてもらってちょっとテーマを見てお話したいと思います。前田さん、まず佐渡に昨日から来ていただいて、はい、どんな印象でしょうか？いや、なんかすごいなんかちょっと日本離れした、なんか途中船着き場からこの愛川に行く時に道がこう真っ直ぐにストーンとね通ってて、交差点も両方見ても真っ直ぐにこう地平線の方まで行ってるみたいなね。でなんかこう島っていうよりどっかの大陸の町のどっかの大陸の町かなみたいなね、そういう小耳などうしようね。で俺佐渡っていうとなんか言い方は悪いんですけど、なんかルケイチでなんかもう囚人がもう死ぬまで働かされて、んでもうジメジメしたなんかこう鉱山に閉じ込められて、なんかこううめきながらやってたような島で、もう そういうなんかこう悲惨なイメージが溢れてるとこかなと思ったんですけど、来てみたらもうすごいなんかね、でもう田園風景の。で昨日はいろんなところを車で連れてもらったんですが、今日はもうですね、であっちこっちになんかこう海を見渡すようないいビューポイントがいっぱいあるんですよね。なんか本当にそれはYouTube でも撮っていただいて、撮りました、撮りました、はい、では皆さんぜひ YouTube の方も見ていただいて、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、前田さんが出て佐渡に回ったところが映ってるそうです。はい、ありがとうございます。じゃあ次、小杉さんから。新日本プロレスに入団して、まず前田さんの印象ってどういう感じだったんですか？あ、前田さん、俺が入った時は寮長で、なんつうんだろう、寮の中ではもう不動の存在というか、もう真面目ぼんやりっていうか、もうおいじめろみたいなんだけど、厳しいけど優しいで、人に頼んだことしか言わんような、そんな先輩だったんですけど、寮長さんだったんですけど、まあ俺なんていうか、正式な状態で入門させてもらったんじゃね、去年もいいかなだもんで、通いから始まって、本当特に前田さん、寮長さんにもちゃんとした挨拶もしてねえかったような覚え、そんな感じでずるずると入っていただけみたいな感じで、入った頃俺のことを坊主君と呼んでたんですよ。坊主最初坊主君だったんだけど、そのうち、俺と高田さんともう一人なんとかボンズ、なんとかボンズって呼ばれておって、そんな感じで、入ったばかりは。あ、俺小杉君彼のことで一個思い出したことありますよ。なんかね、どっかのね、巡業地でね、船着き場でね、すごい荒れてるのでね、誰かがここを泳いだら5万だか10万だかやるようにしたら服で飛び込んだのよ。で、泳いだの。それはいや、そうだよ、欲しいよ。ほんで、いや、すげえなと思って、さすがにこの荒れた中ではもうすごい荒れてたんで、いや港も港だったけど、これ飛び込んで上がってくるのも大変だし、どうすんだろうったらな、本当に思ったんじゃないよね。そういや、ちょっと覚えがないんですけども、ね、まあ、2月の函館で泳いだのは覚えがあるんですが、2月の函館で、はい、それは函館どこで泳いだの？え、どこで泳いだの？函館の函館の海岸、宿の前ちょうど休みだったもんですからね、みんなでこう、まあ、写真撮影みたいなのも兼ねて練習に走っていったんですよね。泳いだら誰かがよし泳ぐぞっつって、多分荒川さんがなんか調子のいい人がいたんじゃないですかそれで本人はもう膝ぐらいまでしか入らんで、俺は調子乗ってダーッと海に渡ったんですよ。死ぬ頃ですね、まともに泳げる泳ぎたちね、小杉だけで本当にだって、佐山さん、金槌だからね、
してます。聞きました。もう前回ぐらいで、はあ、らしいですね。だったらもう、あ、大木屋と猪木さんと小杉大臣で本当にまともにちゃんと泳げるんですが、はあ、そんな感じだよね。まあ一応サバですからということで。で、何、水泳部でなんか昔の全国大会ってあるんで、はあ、ちょっと行ってきましたよ、はあ、そうだよね。そのまま前田さんの小杉さんの印象というか、今でも覚えてるのが、だから彼が入れるときに、小鉄さんが、山本小鉄さんがこう、弟子さんですよね、時期に。で、夏の練習終わった後の夕方だから、3時、4時、上の3階だったから、3時、4時ぐらいに、山本さんが、あの人はいつも登って、なんかこう、若い選手がもうちゃんと飯を規定の量以上食ってるかっていうのをチェックしてずっと見やってて、見やるっていう、そういうのやったんだけど、その時は珍しくなんかそういう関心がなくて、で道場に行ってなんかやってるから、なんかトレーニングやってるのかなって思ったら、山本さんが出て、お前今日のお前テスト戦すごいぞって言って、って言って、え、あ、そうなんすかって言ったら、お前、もうヒンズースカットも余裕ありすぎるんで、もうジャンピングスカットやらせたんだよ。そう、ジャンピングスカットの名前も伏せてたよ。で、あ、これはテスト制がやらされたってことは、もう明日俺らもやらされたと思って、もうゾッとしたんだよね。真面目で、やっぱり練習熱心というイメージ。もう入った時からある程度体に入れてきたよね。まあ、どうですか。まあ、頑張って、体だけは、基礎体力ぐらいだけは作っていったつもりでしたけども、はい、そう、なんかもう、合衆者どうだよ、ボンだってこう、短い手足や、頑丈な手足が入ってるみたいなので、で、今回ね、新潟の船着き場でね、俺、驚いたことあるんですよね。はい、なんでしょう。で、何かっていうと、彼のような、こう、なんかもう、がっしりした胴体に、まだ、まあ、短い、がっしりした手足がついてるみたいな、そういう体験って、もう小杉どこどこかなと思ったんですよ。だからね、その、外に渡る船着き場にいるね、男の人も女の人も、おじいちゃんもおばあちゃんも、みんなその体格なんだよね。あれ、佐渡に独特な体型なんかなと思って。本当に。それ褒めていただいてる。そうそうそう。いや、もうがっしりした胴体に、もうみんな胴体がっしりしてるんだよね。でも、手足もがっしりして、もう短いけど。男子も女子も。はい、それも驚きましたね。それが佐渡の印象っていうのも、あなたです。わかりました。時間が短くなりますので、ちょっと多分ファンの方が聞きたいなと思う話をしたいんですけども、例えばの話、小杉さんが腰とか痛めずにこのまま続けてて、新日本激動の時代だったと思うんですが、 UWF に小杉さんが行ってたとしたら、だから彼はやめて、もう顔見なくな、顔と名前見なくなったんで、あれどうしたのかなって、やめたかなって言ったら、やめたっていうの聞いて、で理由は全然分からなかったのが、まさかなんか腰を痛めてとかいうイメージなかったんですよね。ツアーの頑丈だったんで、なんかね、そういうイメージなかったんで、なんでだろうなって、ね、その頃なんか結構なんかもう会社対選手だとか、選手同士だとか、なんかこう変な人間関係でなんかこう、ぐちゃぐちゃにされる選手も多かったんで、もうそういうの巻き込まれたんだなと。で、彼のためにゴチさんがね、すごい彼を気に入ったんですよ。なんかね。あるゴチさんが。そう、ゴチさんが。伝説の。もう手足短くて、ストーンボーイは、あれはもうちょっと行きたいとこ誰も決められないよ。実際に自分らがやっても、なかなか決められないんですよ。本当にね。ということはやっぱり強かったという、もう地が強くて、UWF向きだったんじゃないかっていう。いや、ちゃんと、もうそれ専門で練習すれば、すごい強くなりましたね。これは嬉しい言葉いただいたと思うので、ちょっと拍手いただいて。結局あれだよ、山田とかがさ、よくやられてる練習相手で、なんで腰が呼ばれなかったかっていうと、腰誰も決められないから、決められないと済まないじゃん。だから腰が呼ばれる。
で山田もしっこりしないともう簡単にもう手で回しても決めるから、でみんなでもなんかもうやったけど欲しい欲しいってうーんって言われてちょっと待てよって感じだったんだよね。いや藤原さんにはよう可愛がってもらいました。ああ高田さんがおらんになった後にみんな全体の練習が終わると目が合うと藤原さんにこーっとしてなんかこう呼ばれて、いや藤原さんもちゃんとそういうなんかこう手足に自分で決めにくいやつをどうやったら決めれるかっていうのを研究したんです。こう黙って靴脱いで靴下脱いで裸足になるんですよね。それがまあ合図みたいな感じでよしやるぞってそういうことでまあ始まったらやっぱり6時半から試合始まるので結構ギリギリまでお付き合いさせてもらいまして、いやもう俺らの時もなんかもう6時半試合開始で6時29分までやったもんね。本当に前さんがヨーロッパから帰ってきた時だったな。道場と合宿所の間の一軒家の一坪ぐらいしかねコンクリートの上で始まったんですから俺びっくりしました、ね、コンクリートの上で最初はニコニコ笑いながら半分にやっとのがだんだん本気になってくるわけですよ。藤原さんももう目つり上げてコンクリートの上で始まったのにもうびっくりしましたよ。もう本当にすげえなと思ってもうああいう人にあんまり近づいてねえなと思ったら酔うと包丁投げるって言うからあいつは本当に危険人物だったという昔はねそういう寮長さんでした。一番最近座れたんだよ。藤原さんがヤングライオン杯に1回目に優勝したという時に、船木選手や武藤選手がいた中で優勝したっていうのを聞いた時に船木武藤って優勝見ましたけど武藤優勝したって聞いてああなるほどねと思ってた。おーちょっとこれもしゃべってある意味もう死ねも実力主義だからなんかこうそういう中ぐらいも上に行けないよね。じゃあやっぱり腰を痛めて引退というのはちょっと悔しいというか。いやびっくりしたね。だからもうそういう頑丈な選手っていうイメージしかなかったんでまさか怪我その腰でっていう腰をなんかもうダメにしたっていうイメージはなかったんでね。なんていうか、まあ、昔から腰はあまりよなかったんですが黒沢の前から前からですそうね、うん、泳いどった頃からやっぱり水の中でやっとる分にはいいんだけども陸が上がってトレーニングなんかするとやっぱ腰が痛み腰に痛みが出てきたりとかそういうのもまたましなましやっとったような状況ですから、まあ、どうしようもないですわ、はい、まあ、選手の中ではもうなんかもう腰が悪い腰が悪いって言ってお前の腰はお前試合とかお前そんなに痛みたいんじゃない腰だろって悪さまでしたって感じだった空見ましたねここで使ってないです、はい、どこで使ってんのよ、腰を試合練習で全然使ってないのになんでこんな腰が壊れんだよ最後ぐらいになりますけど、ありがとうございます。まあ、また佐渡に来てほしいなという気持ちもありますしまだ佐渡たくさんいいところありますのでいつか来てほしいという気持ちもありますし佐渡の皆さんに最後一言いただいて締めたいと思います。よろしくお願いします。そうですね、なんかいや、来てみて思うと思う。すごいなんか風光明媚、自然も残ってるし、なんかそういう、そういうのもなんか金山とか今日も行きましたけど、なんかすごい整備されてて、で、金山の運営がもうすごいなんか江戸時代なのになんか測量技術だとか、で、酸素がなくなるように送付したりだとか、水を汲み上げたりとか、で、それも、まあ、人力でやるんですけど、ちゃんとそれをやったって、もう江戸時代の時点でもう海面下まで掘り進んで、で、なんか陸側の入り口と、その海面のその位置がなんかこう、水平を見とって、全然なんか、大丈夫だったとか、であとなんていうか、あと水を送水するのに、何キロもかけて、なんかこうやって、3度とか4度ぐらいの角度をつけて流してたりとか、だから、すごいな、でも当時でも数学みたいなことがいる人がいたんだなって、ね、調べれば調べるほど、すごい方が多分いたという。いや、俺もてっきりもうなんか囚人を押し込めて、なんかもう、も
もう死ぬまで働けみたいな、いや、ずっとやったんかなと思ったから、もう全然イメージがありましたね、金沢っていうのは。佐渡に来る前はそういうイメージっていう方が多分多いと思いますし、そうですね、今回そういうの知っていただいて、より佐渡にもし興味が湧いていただいたら、また来ていただけますか。いや、あれですよ、なんか聞けば何も、町の半分が空き家になってるとこ言って、っていうのと、あと、周りにパッと見渡したら、なんか、海で、いや、ここすごい魚がいっぱいいるんだろうなっていうのはありますし、これ観光誘致とかもっと、契約的にやったら、もっとすごい、なんですかね、金山だけじゃなくて、こう自然をね、売り物にしてやったら、もっといいんじゃないかと思うんですよね、はい。どんどん発展する島という。ぜひ行ってみたいですね。で、だからそういう古民家買ってなんかリメイクして、なんか住んだり売ったりとかするのも面白そうですよね。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。突然ですが、ここでサプライズです。本日、誕生日のアジャコング選手に、なんと、前田明さんより花束の贈呈でございます。ありがとうございました。